皆さんこんにちは。杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はいよいよ出てきますね。武士はどのように成長したのか。本日のクエスチョンは、武士といえばというところで、あなたは平氏派それとも源氏派、できたらこの理由もつけてですね、ただなんとなく源氏、ならなく平氏みたいな感じではなくてですね、お願いしたいなと思います。さあ、武士といったらなんかこういよいよ鎌倉時代かなっていうんですが、まだちょっとね平安時代から、これから鎌倉時代に向けてっていうところになるんじゃないかなと思います。でよく武士って聞きますよね。なんかもう武士の魂、武士の情けとかって武士って聞くんですけれども、武士って一体何ってとこなんです。で武士といってもこれ様々あるんですが、侍物とか強者とかね、いろんな言い方あるんですが、一般的にはですね、専業の武士、武士専門っていうのが出てきたのが、この滝口の武士とか北面の武士と呼ばれる者たちが、専業ですよね。専業主婦じゃないですか。でそれに対して、土着する武士もいて、在庁官人、在地領主、大武者のリーダーなんていうのが、そういったものになってきます。でこの大武士団のリーダーのことを、よく大工のね、なんとかなんて言ったり、するかなと思いますが、この棟梁ですね、このリーダーのこと、こういった形で言ったりしています。さあで、平安時代前期中期見てきました。でその後半にかけて、公私公民制が崩れたりして、土地の制度が崩壊して、それぞれねどうする、ターニングポイントってなった時に、武士になる人とか、もともと貴族の家系とかでね武士になっていく人いるんですが、その中でも、この大武士団のリーダーの中で、当時、一流の武士というんですかね。でそれを2つ、清和源氏、源常元を外、スタートします。でそして桓武平氏、平高持を外します。本日はまずはこの源氏と平氏のそれぞれの人をざっと見ていきたいなと思います。これまでの復習も含まっているかと思いますし、この後の予習にも入るんですが、源氏の流れ、平氏の流れを源氏9としました、ちょっと野球に叩いて1番バッターみたいな感じで、1番2番3番ちょうど人数もぴったりだったんで、ちょっと紹介したいなと思います。さあでまず1番ね、足の速いって言って別にそのイメージはつけないでほしいですが、源常元、彼は藤原住友の乱、天行の乱といって城平天行の乱と呼ばれる、ある意味武士の起こりとなった戦いの一つの方を鎮圧しています。ちなみになんですが、城平天行乱の城平の乱の方、平の正方の乱といいますが、こちらはですね、親王と称して朝廷専務も平の貞盛、藤原の秀里らによって鎮圧されます。ちなみにこの平の正門っていう人、結構いろいろね逸話が残っていて、東京の、皇居の近くにお墓が残っていて、結構いろんなね、日本のなんか心霊スポットとかになってる場所なんですが、ちなみに私ね、若い頃デートで行ったんです。こちら一つ言うと、平の正門の乱というか、平の正門の墓にデートを誘わない方がいいと思います。うまくいきません。さあ2番がですね、源の光仲、彼は安奈の変で源の高明を密告。安奈の変って何か聞いたことありましたよね。そう、藤原氏の多子排斥のラストです、そして3番バッターは源の頼信、で彼は平の忠常の乱を鎮圧しています。そして源氏というのは、東北地方からかなり発展をしていくんですけれども、でそれのきっかけとなったのが4番です、源の頼義。彼は前九年合戦で活躍をしています。さあこの前九年合戦というのは、陸奥の土豪阿部の頼時が女婿の藤原の、常清と、国司に反抗したものです。で朝廷の命で源の頼義、義家が清原氏の助けを得て平定したというものです。ということで今出てきた今度5番バッターなんですが、源の義家、彼はこの前九年合戦ともう一つ御三年合戦という、これはセットにしておいてほしいんですが、こちらの方で活躍をしています。
この御三年合戦というのは清原氏の相続争いに陸奥守として赴任した源義家が介入しました、藤原清衡を助けて清原氏を滅ぼすという事件です。さあ続きまして6番が源の義家、彼は源義家の乱なんていうのを起こしています。ちなみにさっき出てきた話ですが、藤原の清衡はこの後ですね、平泉、岩手県の平泉、今中尊寺金色堂なんてありますね、ぜひ一度行ってみてください。この平泉を、ね、拠点として奥州藤原氏として発展をしていきます。さあ7番はですね、源の為義、彼はこの後方言の乱、あの方言平治の乱の方言の乱に参戦をしています。そして8番キャッチャー、まあ、別にキャッチャーではないんですが、必ずね、源の義朝、彼は方言の乱そして平治の乱どちらの方でも活躍をしています。そしてその後なんですが、まあ最後9番ピッチャー、まあ、ある意味ですかもしれません、源の頼朝、彼が鎌倉幕府を開くという源氏はこのような形で成長していっています。じゃあそれに対してちょっと平氏ナインをさらっとご紹介しておきたいなと思います。平の高持ちを祖として平の国か平の貞盛、彼は平の正方の乱を抑えています。当時なんですけども、同じ一族同士でもこういった争ったりもしているんですよね。そして平の是平は伊勢の神となり、平の正則、そして平の正平、そして平の正盛、平の忠盛に対してその後、まあ、平氏政権のある意味トップというのは平の清盛ですね、彼が太政大臣に就任するということになります。さあそんなわけでさらっと見てきたこの源氏と平氏の流れなんですが、まとめとしては、上平天行の乱で桓武平氏と清和源氏が発展します。そして彼らは部門の統領とか大武士団のリーダーとして統領と呼ばれるようになっていきます。そして前九年後三年合戦などの東北の動乱により清和源氏と奥州藤原氏が発展します。つまり東北の動乱を抑えた源氏はそこで力を伸ばしていきます。じゃあ平氏の方はというと、平の是平が伊勢の神になり桓武平氏が発展、平氏はどちらかというとですね、貴族と結びついてそちらで力を伸ばしていく、ある意味なんかこうみんながイメージする武士っていうのはもしかしたら源氏の方が近いかもしれませんね。それに対して、まあ、貴族とこう結びついていったのがどちらかというとこの平氏です。さあそして実は、まあ、最終的にはね、皆さんご存知の通り平氏が滅亡して鎌倉幕府開かれて、源氏の地がどん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 といくんですが、まずは平氏が台頭してきます。じゃあなんで源氏じゃなかったの、なぜ平氏なのか。さあそのキーワードとしてはこちらです、院政、こちらが一つのキーワードになります。さあそれでは本日も杉山の日本史オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。